マイケル・ウォンは香港を拠点に活動する中国系アメリカ人の俳優、監督、歌手、プロデューサー。英語を流暢に喋ることができるが、中国語には問題があり、演じるキャラクターにもそれが反映されている。代表作は1998年の映画ビーストコップス野獣経験。妻は香港のスーパーモデルのジャネット・マー。 ニューヨーク州トロイ出身。父は料理店主のウィリアム・ウォン。母はオランダ人とフランス人の血を引く芸術家コニー・ファン・ユーザールー。高校卒業後俳優を目指して香港に移る。兄弟のラッセルとデクラン・ウォンも俳優を目指すために香港へ行った。しかし、関東語が下手だったり、格闘技の訓練やアクションシーンの経験がなかったため、 なかなか役を得ることができなかった。1983年カンフー映画、香港スワット野獣たちの陰謀で俳優としてデビュー。同年の高化戦士ではナイーブだがタフなアウトサイダー役を演じた。1986年、ファイアードラゴンでブランドン・リーと共演。ジャッキー・チェントは1993年の映画、シティ・ハンター。 1995年の映画デッドヒートで共演し、ブランドンリーの姉妹シャノンリーとは1998年の映画エンター・ザ・イーグルで共演した。ありがとうございます。